パターがすごく入らなくて、昨日あの1時間ぐらいパター練習して、うん、今日はもうほとんど入ってますね。はい、その1時間の練習が。そうですね、はい、なんかこう1時間パター練習して、はい、なんかこうここが良くなったとか何かあったんですか。ピース向きがちょっと左だったんですよ。あ、左向いてた。はい、向いてちょっと左も両方出たんですよ。左もミスし、うん、右もミスあった、うん、プッシュしたり、はい、うん、あったんですけど、昨日あれちょっと挫折して、うん、まあ良くなりました。あ、はい、そうですか、はい、素晴らしい予選ね、はい、通過ギリギリのところから一気に優勝争いまで。そう、 そうですね、ラッキーです。ね、でも昨日はパターを練習したということですけれども、今日入念にショットを練習されていましたが、どういうことを意識して練習されてるんですか。 ルーティーンですね。もう終わってちょっと、はい、もう体クールダウンとか、はい、クールダウンみたいに、ね、はい、なんか、はい、あれで練習だけですね、はい、うん、ショットはもうずっと最近調子いいんですか。ちょっと悪かったんですけど、あの、うん、ドライバーが最近ドライバー調子がすごく悪くて、前使ったドライバー、まあ、2週間前からちょっと戻って、うん、あ、ドライバーもちょっと良くなっているし、うん、まあ、全体的にちょっと良くなっているから、うん、いいですね。じゃあ、 あの明日に向けて、はい、あの、まあ、明日どんなゴルフをして、まあ、明日、はい、明後日、あと2日がありますけど、はい、どんなゴルフをしようかなというところをちょっと教えていただけますか。そうですね、沖縄はもう風が半端ない強いから、ちょっと風に勝ってないように、うん、風に負け、あ、負けないようにじゃなくて、じゃなくて、うん、あの風に乗るように、なんか、あ、風となんか仲良くというか、はいはいはい、うん、あれでちょっと回りたいなと。成績はちょっと後の問題だから、自分のゴルフをやりたいなと思うんですけど、頑張りたいです。もう日本語完璧ですね。いやいやいや素晴らしいですね。ありがとうございます。明日以降も期待しておりますので、はい、頑張ってください。応援してますので、はい、頑張ってください。ありがとうございました、はい、ありがとうございました、はい。